はい、ごちそうさまでございました。今日のお供にレッドブルを混ぜて飲んでみました。キリッと冷やして元気が出る、頭が覚醒する、そういうエナジードリンクですね。香りも味も言うまでもありませんが、エナジードリンク独特の風味でございます。生卵10個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、10個の皆さんは絶対に真似をしないでください。まあ、相変わらずですね、麻雀をやっておりまして、ジャンケツからですね、ジャンゴーに昇格いたしまして、まあ、今回のジャンゴーへの昇格は比較的短かったので、まあ、金玉ルーパー卒業間近かもしれませんね。玉の間に行ったらですね、早速ボコボコにされまして再開を取ったんですが、やっぱ金の間と玉の間ってやっぱ一つ大きな壁がありますよね。玉の間って、私みたいなジャンゴ1 の、 あの初心者脱出した中級者に毛が生えたような人もいれば、ジャン制レベル3のですね、もうプロの麻雀の人と遜色ないレベルの人もいるわけですよ。玉の間が一番カオスかもしれません。まあ、ジャンゴ1からジャンゴ2に昇格することができたならば、趣味は麻雀ですと堂々と言えるぐらいのですね、レベルに達すると思うんです。やっぱり趣味は〇〇ですっていうには、ある程度のレベルに達してないと、なんとか恥ずかしいですよね。私の今のレベルで趣味は麻雀ですって言ってもですね、趣味の割にはあんま強くないなって言われるのも、なんか尺ですから、ある程度上手くならないと自分の趣味と言えないような気もしますので、まあ年内は難しいような気がしますが、まあ来年以内にはですね、ジャンゴレベル2にですね、上がることができればいいなと思って、まあただにむやみやたらに打っても、あんまり進歩がないですから、麻雀の教科書をですね、まあ、先人たちが積み重ねてきた英知を借りながら、巨人の肩に乗りながらですね、座学と並行して麻雀を打って、まあ、ジャンゴ2を目指していければいいなと思っております。ネットとか見てると、ジャンゴとジャンケツをループする、いわゆる金玉ルーパーって言われてる人たちは、一定数いらっしゃるみたいなんですね。なので、ジャンゴ2になることができたら、金玉ループは卒業であると、それなりの麻雀のレベルであると言っていいと思いますから、まあそこを目指してですね、頑張っていこうと思っております。はい、ということで現場から以上です。